皆様、こんにちは。刑事チャンネルです。やっほー。元気かな？さあ、そんなわけでですね、ついにですね、先日1月28日にですね、ドラゴンクエストビルダーズがですね、発売されましたね。で、僕は結構ね、このゲームが発表されてからずっと楽しみだ、楽しみだって言い続けつつも、ちょっと不安な要素もあるよね、なんていろんな動画をですね、上げてきましたが、実際にプレイしてみて、実際どうだったのかっていうのを、なんとなく個人的な感想をですね、言ってみようかなと。まだね、買おうかどうか悩んでる人とかね、買ってない人とか、にですね、役に立ってくれる動画になればいいななんてちょっと思っています。っていうか、まだ買ってないの？悪いこと言わない。買った方がいいぜ。僕は結構ですね、これは久しぶりに結構自信を持ってね、迷ってる人におすすめできちゃうな。全然背中を好きになりますね。はい。誰がやっても楽しめるゲームなんじゃないかななんてちょっと正直思ってますね。買いましょう。買って損はないし、多分ね、これ待っててもね、あのゲームは値崩れしないわ。あれ。成長するゲームだと思ってます。ダウンロードコンテンツとかでね。ダウンロードコンテンツ商法ってどうなんですか？あれ儲かるの？ね、儲からないんだったらダウンロードコンテンツそんなに出ないから、あれかもしれないけど、そこそこ儲かるんだったらダウンロードコンテンツもずっと出続けるだろうし、そうなったら一つのゲームでずっと遊べちゃうから、ね、みんな買うだろうしっていうね。発売後直近ではとりあえず今のところめちゃくちゃ人気なんで、中古ですぐに値崩れっていうのは多分考えられにくいと思います。では早速ですね、ドラゴンクエストビルダーズの、面白い部分っていうのをいくつかちょっと具体的に挙げていきましょう。クラフトの要素と、クエストのバランスっていうのが実はこれめちゃくちゃいいですね。正直一番気になってた部分の一つとして、ストーリーありのマインクラフト、これってどうなの？っていうことだったんですよね。で、マイクラは超人気じゃないですか。で、それはなんで人気かっていうと、めちゃくちゃゲームの自由度が高いと。遊ぶ人の考え次第で、ぶっちゃけ何でもできちゃうっていうところ。ね。それが一番の売りだったわけ。要はストーリーがない。ストーリーがないことによってそれができていたわけ。でも、ドラゴンクエストビルダーズはそこにストーリーがくっついちゃうと。ドラクエとしてのね。だからそれによって、お使いばっかりになるんじゃないか。例えば、あれを作れ、あんな建物を作りなさいっていうクエストがあったり、こんな部屋を作りなさいっていうクエストがあったり、ああいう素材を集めなさいっていうクエストがあったりすると。ね。で、みたいな、そんなことはね、ずっと繰り返されると正直ね、だるくなるんじゃないかなって考えてました。で、現にね、超序盤、ゲーム始めて最初の30分ぐらいはですね、ぶっちゃけそんな感じなんですよ。で、ちょっとだるいんですよ、ぶっちゃけ言うと。で、だけどあくまでもチュートリアルなんですよ、それ。で、そこさえ超えちゃうとですね、正直かなり自由になるんです、一気に。例えばなんですけど、こんなクエストがあるんです。女の子の部屋を作れ、みたいなクエストがあるんですけど、これもう自由なんですよ、あとは。もう。どんな風に部屋を作るか、どんな広さにするか、どんな内装にするかっていうのは、もう本当自分の好きにできてしまうわけですし、作った部屋をですね、アイテムとかでね、装飾したりするとね、経験値が入るんですよ。で、レベルが上がるんですね。だから、内装とかにこだわる意味があるんですよ。変な話、マイクラとかでさ、建物作ったり内装こだわったりするのって、もう全部自己満足でしかないわけじゃないですか。ね。だけど、ドラゴンクエストビルダーズには、内装をこだわるっていう自分の自己満足を満たすのと、さらにはレベルも上がるっていう、この両方がある。意味もあって自己満足も補えてしまうっていうことなんですよね。そりゃね、部屋作れっていうクエストあればさ、こだわっちゃうよね。いろんなものを置いてみたりさ。で、そのクエストが一旦終わって、作り終わった後に、また新しい内装のアイテムとか手に入ったら、もう一回内装変えてみたりとかやっちゃうよね。ね、やっちゃう。だからね、他のクエストもまた全然進まないんだよ。全然進まないんだよね。で、別に、クエスト進まなくてもいいじゃないですか。ね。で、とりあえずその、限られたスペースの中に、部屋作りと街作りとか、建物作りとかを
まあもう自分の納得いくだけ散々やって、その、で、でも、よし、これでも、大満足だぜ、俺は、ってなったらクエストまた進めればいいわけですよね。で、今度クエストまた進めると、今度素材とか作れるものがまた新しく増えていく。そうしたら、またもう一回街作り直したくなっちゃうわけですよ。強化できちゃうから。ね。で、ほんとそんなことを繰り返してるので、まあ、ほんとすげえボリュームなんですよね。で、それってでもマイクラでいいじゃんってなるかっていうとね、ならないんですよね。これなんでかっていうとね、クエストを通して、自由に街づくりしてるような感覚に落ちるっていうのがこのゲームの最大の魅力なんじゃないかな。言い換えると、これ実は自由度っていうよりは、単純に寄り道がすごい多いゲームなんじゃないかなと思って。自由に遊んでるようで、実は、用意されてる、寄り道で遊ばされてるだけっていうことですよね。だから、プレイヤーの発想次第で寄り道の幅がめっちゃ広がるっていう、そういう考え方の方が正しいような気がしますね。だからね、クエストがもし仮になくなっちゃったとしたら、たちまちね、方向感覚失っちゃうんですよ。もう砂漠のど真ん中なわけですからね。砂漠のど真ん中なわけだから。どっちに進んでいいかわかんなくなっちゃうよっていうね。だからマイクラだとやること見つけられないよっていう人も、このゲームならね、クエストやってりゃいいんだから。ね。で、きっとですね、これゲームクリアするまで、こうやってクエストをやったり、街づくり自分でこだわったりって寄り道を、こう交互に繰り返していくうちに、自分なりに楽しめる方法、っていうのをきっと見つけられるようになるっていう、そういう寸法なんですよ、このゲーム。ほんとよくできてますよねって、ぶっちゃけ思いますもんね。でね、僕もね、まだね、全然ゲーム進んでないんですよ。で、街を作るのがね、楽しいんですよ。ね。で、ちょっとクエスト進めると素材が手に入っちゃうから、作ったものをね、もっと良くするために、さらにね、作り直しとかをね、していくわけなんですよね。で、この二度手間感、一回作ったけど、別のアイテム手に入ったから、もう一回作り直すわっていう、この二度手間感、これが苦じゃなくて、なぜか楽しい。よくできたゲームだ、ほら、ほんと。で、このゲーム、基本シングルプレイなんですけども、多分正直一人じゃね、少し物足りなく感じることもあるんじゃないかなと思います。マルチプレイとかっていうことではなくてですね、これ他人が作った街を見る、もしくは自分の街を見せるっていうことにね、楽しさをね、見出してもね、いいんじゃないかなって思ってます。で、要は何が言いたいかっていうと、このゲームの実況プレイが盛んになったらいいんじゃないかななんて思ってます。まあ、実況プレイじゃなくてもいいんだけどね、友達がいるなら友達の家行ってさ、お前どんな風に街作ってるの見せてみろよっつって見るんだけでもいいと思いますし、ね、猫めっちゃ鳴いてる。でね、そういう街づくりを、人の街づくりを参考にしたりするっていうのも一つの楽しみ方なんじゃないでしょうか。で、一応ね、ゲームのシステムで、フリービルドモードがあって、で、建物のアップロードはね、とか、ダウンロードができるらしいんですよ。ちょっと猫鳴いてますけど、ごめんなさいね。そういうのはできるらしいんですけれども、なんかね、アップロードとかダウンロードには、なんかブロックのその制限があるだのないだのっていう話なんでね、多分ね、そこでできる、ゲーム内のその中でできることはちょっとね、限られてきちゃうかなと思うんで、一番いいのはまあ、YouTube で実況動画を見るっていうことなんじゃないかな。僕も実況動画やってるよ っていうところじゃないかななんて思ってます。でね、なんか今後の話として、例えばその、人が作った街とか建物に対してさ、なんか、いいねみたいなのつけれるとしたらいいなぁなんてちょっと思ってますけれどもね。まあ、そんなのがね、実現するかどうかわかりませんけれども、というところです。で、もちろんいいとこばっかりでもなくて、なんか、さらに改良したら良くなるんだろうなっていうね、良くないところもあるんですけれども、なんでこれ複数プレイできねえんだよっていう話です。直前で言ってたことと真逆なこと言いますよ。これマルチプレイできたらできたで、これ本当にね、もう鬼に金棒の、ゲームになってたんじゃないかなって正直思っちゃいます。あとはですね、あとこのゲームね、戦闘がね、ややね、ぬるい感じがするんですよね。まあ、僕まだ序盤だからかもわかんないんですけどもね、後半はね、ひょっとしたら難しくなるのかもしれないんですけど、いや、でもね、ある程度ぬるいと思います。戦闘に関しては。だって、なんたってまあ、ドラクエで誰にでも遊びやすくするために作ったゲームなんで、そんなにね、戦闘の難易度は多分後半に行っても上がらないとは思うんですよね。でね、戦闘の難易度がぬるいとね、一つ楽しみがちょっと奪われちゃうんですよ。どんな楽しみかっていうと、旅に出る楽しみ。
旅自宅っていう楽しみがなくなっちゃうんですよ。例えば、街から遠くに離れたところに行こうってなった時にですね、いろいろ準備するんですよ。もし戦闘が厳しかったら。薬草ちゃんと持って、食料もちゃんと蓄えて、武器壊れたら困るから2個ぐらい持って、とかいろいろ考えてやるんですよね。で、考えて旅自宅して、旅に出るっていうね、それも一つの楽しみ方だと思うんですけどね。まあ、いかんせんなんとかなっちゃうんですよね。やべえと思ったら、キメラの翼で簡単に帰れちゃったりするんで。まあ、いい点でもあるし、悪い点でもあるのかなっていう気がちょっとしてますね。変な話、緊張感がもう少しだけあってもいいんじゃないかななんてちょっと思ってます。あとね、持ち物もすぐね、いっぱいになっちゃうんですよ。持てる量がかなり限られてるんで、それのせいで僕ちょっとこんなのがあって、なんかね、街から遠い場所でクエストがあったんですよ。で、クエストの場所に行くまでに、なんかいろいろついでにこう敵倒したり、なんか採掘したりするから、荷物いっぱいになっちゃって、荷物いっぱいの状態で、クエストを出してる、その人物に話しかけたわけですよね。で、その人物曰く、このブロックを使って、ここに、こうちょっとある建物を修復してくんねえかってブロック渡されたんですよ。で、このゲームね、荷物がいっぱいの状態で新しい荷物手に入れたら全部ね、倉庫に送られちゃうんだね。俺荷物いっぱいだったから、もうブロック渡されるけど、ブロック全部倉庫入っちゃって。あ、修復したいけど、ブロックなくなっちゃったっつって、遠くからわざわざ来たのに、もう一回戻ってブロック持ってきたからね。これ二度手間かっつう話なんだね。まあそういうちょっと改善する余地がまだあるところがあるなぁなんていうところですね。で、あとはね、後半ひょっとしたらですね、クエストがだるくなる可能性っていうのがまだね、少しあるんじゃないかなとは思ってます。っていうのもね、自分とさ、ペースで変な話、自由に遊んでたとしても、後半じゃなきゃ手に入らない素材とかもあるでしょうに。あるでしょうにね。で、それのためにストーリーモードをね、進めなきゃいけないっていう、なんかある種束縛感みたいなのが生まれてしまったら、ちょっと一気にだれてしまうのかもしれませんね。とまあね、そんな感じで、個人的にはね、良い点悪い点、まあ一応ね、パンパンと上げてみたんですけれどもね、どうでしょうか。まあ最終的には、皆さんがやっぱり最終的に判断するわけですから、まあ、とは言うけど、もう一回だけ言いますよ。僕は自信を持っておすすめします。これめっちゃ面白い、このゲーム。ほんと面白い。みんな買った方がいいと思う。すぐにでも。ドラゴンクエストビルダーズ。2016年の新作ソフトの中では、ダントツに今一押しですね。ということで、よかったら僕のゲーム実況動画もあるんで、見てみてください。下にリンク貼っときます。じゃあねー。ケージチャンネルの動画を、ご視聴いただきありがとうございました。もし気に入ってくれましたならば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。携帯電話、スマホの方は、動画の下のところにチャンネル登録ボタンがあります。パソコンの方は、この辺に登録っていうボタンがありますので、皆さんぜひコメントの方もですね、ぜひ書いていただけるとすごく嬉しいですね。動画のモチベーションになりますので。ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。